ボーダン・ボンダレンコは、ウクライナの陸上競技選手、専門は、そ高飛び。屋外事故ベストは2014年6月14日に、IAF ダイヤモンドリーグワディダスグランプリで、記録した2メートル42。2メートル42は記録当時、ハビエル・ソトマイヨルに次ぐ、歴代2位の記録。室外事故ベストは2平方メートル7。右足で踏み切り、背面飛びを使う。ボンダレンコは、 ソビエト連邦、ウクライナソビエト社会主義共和国のハルキウに生まれた。2005年9月、ヤルタで行われた、競技会で2メートル15を飛んだ。2006年、北京で行われた世界ジュニア選手権に出場、予選で2メートル14を、過労うじてクリアし、16歳で、史上最年少の決勝進出者となった。予選で6名が2メートル14をクリアしたが、 無効指揮数の下で2名が決勝に進んだ。決勝では自己ベストを更新する2メートル2 6を飛び、公開今日2パリに次ぐ3位に入って銅メダルを獲得した。2007年2月、キエフで行われた室内競技会で自己ベスト2メートル2 5を記録した。同年、屋外は2メートル1 9を飛ぶのがやっとだった。2008年、ボンダレンコは、 室内シーズンに目立った記録を残せなかったが、6月に、ヤルタで出場した、競技会で、ジュニア今期世界最高となる2メートル25を飛んだ。7月、ビドゴシチで行われた世界ジュニア選手権決勝は、ジュニア今期世界最高となる2メートル26の記録で優勝した。2メートル21で一度失敗した以外2メートル08から2メートル26までを1回でクリアした。 2008から9年の室内シーズン、ボンダレンコンは2009年2月に、ウッチで行われた、競技会で、自己ベストを2平方メートル7に伸ばした。2009年ヨーロッパ室内選手権は9位だった。2011年、オストラバで行われた、ヨーロッパユーマイナス23選手権は2、立方メートル0の記録で優勝。7月に、新戦で開催されたユニバーシアドも優勝を飾った。 8月にテグで出場した世界選手権は2メートル2 8の記録で予選 A 組8位となり予選落ちした。2012年、ボンダレンコは6月17日にムイコラー,アーユで行われた競技会でに立法メートル1に自己ベストを伸ばす。同年8月のロンドンオリンピックにウクライナ代表として出場し、 8月7日の決勝は2メートル2 9の記録で7位入賞の成績を残した。決勝は5人が2メートル2 9をクリアしこのうち、ムタズエ・サバ・ルシムラ3名が銅メダルを獲得したが、ボンダレンコは2メートル、20. 2 0 2ル2 9を1回ずつ失敗、無効指揮数の差でメダル獲得はならなかった。2013年5月10日の カタールスーパーグランプリを2ル3 3の大会大記録で優勝。同月18日の上海ゴールデングランプリは大会記録に並ぶ2ル3 3を記録したがバルシムに敗れた。6月30日のバーミンガムグランプリは大会大記録の2ル3 6で優勝。7月4日のアスレティシマは世界歴代3位となる2ル4 1を記録して優勝した。 2メートル4 1は3回目に成功し、ロンドンオリンピック銀メダリストのエリック・カイヤードを抑えて優勝。同年6月にバルシュムがプリフォンテーンクラシックで記録した2メートル、4 0を上回る今季世界最高をマークした。7月26日のロンドングランプリも2メートル3 8の記録で勝って、同年のダイヤモンドリーグ4勝目を挙げた。8月に モスクワで出場した世界選手権では16日の決勝で自己体記録となる2メートル4 1で優勝した。この時、一つ前の2メートル3 8をパスし、2メートル4 1も2回目で成功するなどの余裕さを見せていたため、ハビエル・ソトマヨルが1993年7月27日に出した世界記録2メートル4 5を超えるのではないかと期待されたが、 達成はされなかった。二千十四年ヨーロッパ選手権では大きな期待が寄せられたものの小雨の降る肌寒さの中二メートル三十五を二度目の試技で決めて優勝を決めた後二メートル四十三に一度だけ挑戦して失敗以後は棄権した。二千十六年リオ五輪では二メートル三十三を飛び銅メダルを獲得。二千十七年にロンドンで行われた 世界選手権ではメダルが期待されたものの、2m25 で9位に終わり入場することもできなかった。ありがとうございます。